手が重い、うん、そのまま引きずってしまうとやっぱ洗車機ずっとこの泡自体がこうあの潤滑性が高い泡になってて、テニスやの車の話始まりました。はい、土屋さん、はい、突然ですが、はい、テニスさん、土屋さん、普段洗車はどうされてますか？洗車機、あ、洗車機ね、はい、お、洗車機とプラス、あとガソリンスタンドの兄ちゃんに洗ってもらう。でもね、あんまり僕は洗車機入れないようにしてます。あ、そうなの、うん、え、じゃあ手洗いしてるんですか？だからスタンドで手洗いでお願いします、うん、なるほどね。あ、それはもちろん。そうだよね、うん、あ、うん、で俺のコーティングしてるからさ、ビューティフルカーズで。ああ、なるほどね。私はまあセルフ洗車機に入れて自分で拭いてます、うん、みたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、ある調査によるとね、50% を超える方が自分自身で洗車なさってるらしい、うん、偉いですね、うん、でも普通するよ、車好きは。まあそうなんですけど、でも六本木でやったら怒られるんですよ。いや、あとそう、今ね、やる場所がないんですよ。そう、てか俺も40代までは自分で洗ってたよ。え、六本木で？六本木っていうか、まあ、地方に行って長野行ったり、うん、地元に帰ったりね。あ、はいはいはい、でやっぱり40代までは手洗いでやってたよ。そういうとこ行ったらね。そう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 、多分都会のマンション暮らしとかできないよね。だからガソリンスタンド行って兄ちゃんに、うん、そうね、手洗いで頼むね。そうです、ね、あとはセルフでやるかね。はい、はい、今日ということでですね、誰でもできる洗車テクニックと題して、あ、教えてほしい。そうなの、うん、プロにね、今からでもできる洗車の技を教えていただこうと思います。いいやいいやいや、もうこれ手袋がいかにもこれから俺は洗車するんだぞという。で、今回ですね、りょうさんにいい感じに汚れた車を持ってきていただいたんですね。汚れてないじゃん。そう、そうなの。ピカピカしてるじゃん。ね、そんな言わなくてもいっぱいありましたよ、私の車とか汚れた車。俺の車、ね、俺の車やってよ。どこが汚れてんのこれ。綺麗じゃん。すみません。でもね、やり方ですか。はいはい。ああ、そっか。そうそうそう。黒の方がよくわかるのかもしれないですね。黒はね、汚れますからね、はい。お二人に質問したいんですけれども、はい、まず一つ目、洗車ポイントです。けれども、どんな時に洗車するのがいいと思いますか？どんな時？どんな時？それは出かける時だよ。出かける前に洗車する。出かける前に洗車する。うん、そう。テリーさんは？日がない時。ああ。太陽があんまり。曇ってる時とか。そうそう。なるほどなるほど。俺はあろうがなかろうが洗車するね。ああ、そういうことなんですね。うん、はい、じゃあ両さん正解をお願いします。テリーさんが一応正解。いいですか？おお。そうなんですよ。乾いちゃうと、まあ、なんかミネラ水道水にミネラルとかカルキが入ってて、うん、水しみになっちゃう。銃みたいなの出てきた。ああ、そうなんですよ。M16。まあ、さっきあのお二方ご自分ではもうやられなくなっちゃった。今はね。あ、ここでもやりますよ。ああ、やりますか。全然。さあ、あの僕らの会社の使命がなんかこう洗車ディテーリングをこうメジャーな趣味にするっていうところで、うん、なんかゴルフとかキャンプみたいな、うん、なんか綺麗にもするんだけどそれ自体も楽しい行為であってほしいっていうので。一応商品設計、僕らの会社で。今までね、洗車好きっていうと、はい、ホイール歯ブラシで磨いてるようなマニアの人しかなんかイメージがないんで。悪かったね。早速お願いします。あ、先生、はい、お願いします。ちょっとこう流すとですね、これ洗車ポイント2つ目なんですけど、はいはいはい、この今、水玉状になっていると思うんですけど、はい、あの2つ目が水をなるべく乾かさないで洗車しよう。はい、うん、なるほど。まあ、さっき言ったようにこうミネラルとかカルキが乾いてしまうので、うん、まあ、今結構こうさっき流したんですけど、うん、ここで一回もう手洗い洗車で洗車終わらすか、うん、もういっぺんにやるかって感じなんですけど、いっぺんにやる場合は結構素早くやってあげる、はい、うん、で、まあ、結構こうもしかしたら見てる方だとこう洗車あんま詳しくない方もいらっしゃると思うんで、うん、そういう方だったらこう前でもうこう前だけで洗車して引き上げまでやっちゃうっていうのが2つ目。パーツごと分けがですね。そうです、前と真ん中後ろとか。あ、そうです、うん、はい、やってますね、はい、で今これをカチャって取って付け替えるだけなんですけど、はい、じゃあよかったら土屋さんもしよかったら引いていただければ。はい、洗剤だね。わあ、はい、おおおなんかちょっと、はい、これは楽しいぞ。かわいい。これは楽しいぞ、はい、ちょっとこうアルカリ性の洗剤になってて、はい、まあ、例えばさっき言った花粉だったりとか、まあ、さっきついた虫とか、はい、てか重い。あ、重いですか、すいません。でもなんかちょっとファンシー付け替えて、はい、こう流してあげると、はい、まあ、さっきの虫とかが結構取れてしまう。わ、
ちょっと聞きたいですけど、はい、かなり普通のホースなんかと比べて水圧が高いじゃないですか。はい、そうするとこうグリルに入れちゃっていけるんですか。あ、うん、結構高圧洗浄機で傷ついちゃうんじゃないのみたいな、うん、結構意見もあったりするんですけど、うん、こう、まあね、そうです、この圧 で 4、50センチぐらい、だいたいこんぐらい離していただければ、はい、あの痛くないぐらいなんですよね。で結構近いと結構痛くなるって、うん、痛くないぐらいであれば、ね、はい、問題ないから。洗車ポイント3つ目なんですけど、はい、なるべく滑り性の高い洗車グッズを使おう。滑り性の高い、そうなんですよ。あの、まあ、ちょっと今やるとですね、うん、あのこう汚れを、まあ、そのまま引きずってしまうとやっぱ洗車傷、うん、はい、うん、今1つ目2つ目がどっちかというとこう水しみ、うん、洗車の大敵って2つで水しみと洗車傷なんですよね、うん、でこの最後の3つ目が、あの洗車傷の対策なんですけど、うん、やっぱ結構なんかあの、まあ、食器用洗剤とかで洗うとキュッキュッってなるじゃないですか、うん、とあとなんかこう スポンジなんかよくある黄色いスポンジみたいな、うん、あれでやると結構こう引っかかる感じがある。あれでやってると結構こう洗車傷が、うん、このキュッキュッってこう引っかかってる過程でついてしまうので、うん、結構あの滑り性の高いカーシャンプーを使っていただくとこの泡自体がこうあの潤滑性が高い泡になってて、これがウォッシュミットって言ってこれもあの滑り性が、ああ、そうなんですよ、柔らかくてこう滑ってくれる。ちょっとなんか見てもらうと分かるんですけど、こうなんかちょっとオイルっぽくなってるの分かりますか。ごめんなさい、今そうですね、ちょっとオイルっぽくなってる。で結構こうカーシャンプーによってはちょっとこんな感じで穴が開いてしまうみたいなカーシャンプーもあるんですけど、でそうするとあんま滑ってないよっていう証拠で、ちょっとこの軽くオイルっぽくなってるのがこう洗車傷軽減してくれる。で結構ポイント3の続きになるんですけど、はい、さっきの滑り性高いっていうのは例えば水滴が残った状態で、まあ、例えば汚れが残ってるとさっきも言ったようにこう引っかかる可能性があるので、このクイックディテーラーっていう汚れ取りながらコーティングができるものなんですけど、これをちょっとまずちょっとスプレーすると、さっきの滑り性っていうのがこのボディとかタオルに付与される。軽いコーティングするんだ。あ、そうです、コーティングしながら滑ってくれるんで、うん、こんな感じで綺麗に浮き上がるのと、さっき言った洗車傷もつきづらくなるっていう、結構今これが結構主流になってたりしますね、はい、あとあれですか、あの洗車ってね、僕らが結構車なんか綺麗な方が好きなんですけど、はい、どのぐらいの割合で洗車ってやっていいんですか。はい、僕は2週間に1回ぐらいがいいかなと思ってて、ね、さっき言った洗車傷のあれもあるんで、結構毎日やる方とかもいらっしゃるんですけど、ちょっとやりすぎだなと思って、まあ好きな方は趣味でやられてるんであれなんですけど、2週間に1回ぐらいはちょうどいいかなと思ってます。でもなんか勉強になりましたね。いや本当に本当に綺麗になる、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売、買取ならアヘ。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験、皆さん
ありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。